皆さんこんにちは。パーソナルファッションスタイリストの三好凛花です。本日は皆さんに先日いただいたアンケートの結果で、大人のプチプラが第1位だったんですけれども、第2位に甘辛ミックスコーデ、このテーマが結構皆さんからご好評だったので、これについてお伝えしてまいりたいと思います。単調なシンプル一辺倒とか、可愛い一辺倒とか、エレガンス一辺倒とかの、そういう一つのテイストだけのコーディネートじゃなくって、ベーシックなんだけれどもちょっと人と違うよねとか、なんか素敵だねっていうような、そういうコーディネートのセンスが磨けるようになります。そして私たち世代がこの甘辛バランスを取り入れることで、大人の痛いっていうのが防げるんですね。それが一番のメリットだと思います。これから何回かシリーズでお伝えしてまいりますので、全体像を今日はぜひ分かっていただいて、皆さんのファッションの参考にしていただければと思います。まず甘辛ミックスコーデについてお伝えしてまいります。甘辛ミックスコーデっていうのは、甘口なテイストと、そして辛口なテイスト、それをこう組み合わせることで一つのコーディネートを作り上げるっていう方法です。そのテイストっていうものがどういうものかと言いますと、それぞれのお洋服なりバッグとか靴とか、そういうファッションアイテムがそれぞれが持つデザイン、そして素材感、それからシルエット、そして色、そんなそれぞれの構成要素が合わさって、そのアイテムの一つの持ち味っていうのがテイストになります。例えばシャツで、コットンでこういうボタンダウンの感じの少し粗めの、ざっくりした感じの面であれば、持ち味テイストとしてはメンズライクで少しカジュアルな感じ、それがそのこのアイテムのテイストになります。この甘辛ミックスコーデのもともと提唱してた雑誌があるんですね。それはバブル期、結構前ですね、バブル期に創刊されたバンテーヌっていう雑誌です。このバンテーヌっていう雑誌はもともとバンサン館の妹分としてできた雑誌で、20代初めの方をターゲットとしていたんですけれども、でもこの雑誌、本当に具体的にかつ論理的に、どのようにおしゃれをすれば心地よく自分らしくいられるかっていうのを解説していた雑誌なので、年齢層は問わず幅広い女性ファンを持っていました。私もその読者の一人で、この仕事をする前、デザイナーだった時期からずっと読んでいました。で、そのバンテーヌでは甘辛ミックスじゃなくて甘辛バランスっていう言い方をしています。で、バンテーヌの甘辛バランスっていうのは、もともと甘さの中にほんの少し塩気が入ることで、よりその甘さが引き立つ、もともとは甘さ、女性らしさをベースにしたコーディネートの提案だったんですね。アイテムの持ち味をその雑誌バンテーヌではとことん分析して、どういうふうに取り入れればよりそういう印象、素敵な印象になれるのかっていうのを解説していました。非常に今の雑誌でもなかなかない論理的な視点で、雑誌、ファッション雑誌の割には文字も多かったのがすごく印象的です。今は時代が変わってですね、最近では男性のアイテムを女性が着ることとか、トレンド自体もラフな感じのこうファッションがトレンドだったりとか、以前に比べると保守的な女性らしいファッションが流行ってた時代と、今とではそのムードが違います。ですので甘辛バランスを取り入れるにしても、昔と今とではちょっとバランスが変わってまいりますが、この甘辛バランスを上手に入れることで、私たち大人世代のちょっとした女性らしさとか、ちょっとした甘さとか、ちょっとした可愛らしさを表現しやすいポイントになります。私のファッションコーディネートを実際に事例として出しながら、どんなものが甘辛バランスのコーディネートなのか、甘辛ミックスのコーディネートなのかについて、これから解説していきたいと思います。ではまずこちら、
のコーディネートをご覧ください。今日も着てるこのパールボタンシャツなんですけれども、実はですね、このパールボタンシャツ自体も甘辛ミックスをされたアイテムなんですね。このシャツっていうメンズライクな、メンズが男性が着るアイテムに対して、こういうパールのボタンっていう女性らしいパーツをプラスすることで、もうこのシャツ自体が実は甘辛バランスを取り入れたアイテムになっています。とはいえ、まあ全体的にはシャツなので、シャツとしてメンズのアイテムとして見ると、こういうふうにシャツに対してふんわり広がるようなタックで、しかもボリューム感のあるスカートっていうのはもう甘いアイテムです。こういうふうに甘辛で、上のトップスとそれから下のスカート、それで甘辛をこういうふうにミックスするっていうことができます。同じスカートでもこんな風に上のトップスを甘いもの、女性らしいものに変えると印象は非常に変わります。このニットはお袖がふわんとしたこうパフスリーブのニットで柔らかいものなので、形自体は甘いもの、その甘いニットにさっきのヒョウ柄のふんわり広がる甘いスカート、上下女性らしい感じになります。ただしここで色に注目してほしいんですね。上下とも甘い女性らしいアイテムを組み合わせているコーディネートなんですけれども、色が黒とベージュの2色使い、しかもこの黒とベージュのコーディネートっていうのは女性だけじゃなくて男性もできる、女性性がそんなに強くない配色になっています。こういった部分でバランスを取ることで、上下甘辛にした甘辛のデザイン、シルエットのアイテムでも色でちょっと抑えるっていうことが甘辛のコーディネートではできます。そしてこちらのワンピース、こちらのワンピースは本当にこうふんわり広がるフェミニンな透け感のあるワンピースで、スカートもボリューム感があってふんわり広がります。柔らかい感じの素材感とふんわり広がるシルエット、こういうアイテムっていうのは本当に甘口が強いアイテムですね。唯一色がこういう焦げ茶と黒が入ってる抑え気味な色っていう以外は全体的には甘口な雰囲気になります。こちらのワンピースをもっとこう辛口甘辛をミックスさせた状態がこちらです。実際にこのワンピースにライダースジャケットを羽織っただけなんですけれども、ライダースジャケットは本当に男性らしい辛口なアイテムですよね。ですのでこうワンピースにも、女性らしいワンピースに辛口なライダースジャケットとか、そういうようなアイテム、メンズライクなアイテムを組み合わせること、これで甘辛ミックスコーデの出来上がりです。そしてこちらのコーディネートなんかはどちらかというと、もう全てメンズライクなアイテムで構成したコーディネートですよね。紺のジャケットに、それからデニムのシャツ、そしてグレーのウールのパンツ、そして靴も白のオックスフォードシューズ型のスニーカーです。だからこれはそのまま男性と同じような着こなしができる、どちらかというと辛口な感じで着こなしているコーディネートになりますよね。全く同じではないんですけれども、デニムシャツでグレーのボトムを合わせた感じの時に、上半身はシャツっていう、デニムシャツっていう男性っぽいアイテムながらも、下にこういうロングのプリーツスカートで女性らしいシルエットの女性らしいアイテムを組み合わせる、これも甘辛のミックスのコーデになります。こういうふうにこう同じトップスでもボトムを変えることで雰囲気変わりますし、甘辛ミックスっていうのはできます。ビジネスウェアでも甘辛ミックスっていうのはできます。こんな感じでジャケットと、それからテーパードパンツ、ジャケットとベージュのジャケットとグレーのテーパードパンツっていうのは、これは本当に男性も着るようなアイテムですよね。辛口のアイテムになります。テイスト的には辛口なんですけれども、こちらのインナーをこういうふうにレースの T シャツにする、これだけで
女性らしい感じが少し柔らかくなって辛口のアイテムも女性らしさも引き立つようなコーディネートになります。何をどう組み合わせるかによって、そして分量をどう変えるかによっても変わってきます。甘辛ミックスコーデの一番簡単でやりやすいコーデの方法としてはやっぱりデニム合わせですね。こんな風にこれはシルクのプリントのブラウスに対して紺のデニムを合わせています。でなおかつ靴を女性らしくパンプスで赤っていう風にしています。だからブラウス、女性らしい甘口のブラウスと赤のパンプスっていう甘口のものにデニムを合わせる。デニムは男性も履くアイテムです。だから辛口だから、こんな風にこうデニムでやるのもいいと思います。靴を例えばスニーカーにしたりとかすると辛口度が高まりますし、さらに靴をヒールが高いものにしたりとか甘辛の度合いも変わってまいりますよね。こんな風にこうデニムでまず女性らしいトップスとかブラウスに対してデニムを合わせてみるっていうのは、もしかしたら皆さんのクローゼットの中にあるアイテムでもできるかもしれません。ぜひ実践していただければと思います。今日は甘辛ミックスコーデ、甘辛バランスについてご紹介してまいりました。これからは甘辛ミックスっていう言い方で統一してやっていきたいと思います。その甘辛ミックスのもうポイントとしては、甘口のアイテムと辛口のアイテム、それぞれの持ち味を生かすように組み合わせて一つのスタイルを作ること。たとえベーシックなアイテムとかそういうのでも、少しこう2つの違う要素をお互いを引き立てるようにコーディネートすることで、さらに素敵な印象になるっていうお話でした。本日も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。こちらのリンカチャンネルでは、大人の働く女性のためのファッション情報や商品紹介、チープに見えない大人のプチプラアイテムの使い方、人生が豊かになるようなファッションの使い方をベースでお話しするパーソナル心理学講座、こちらの方をご紹介しております。ぜひ皆さんのお役に立てそうだったらチャンネル登録をしていただければ幸いです。本日もありがとうございました。